はい、こんにちは。本日は徳島県の山奥にあります山犬岳というところにやってきました。ここは山としてはあまり有名じゃないかもしれないですけれども、コケスポットとしてかなり有名な山となっておりまして、でそのコケのある場所はもののけ姫みたいな雰囲気が広がってるっていうふうに言われております。なので今からそちらの方、登山口から駐車場から30分ぐらい歩いたら行けるみたいなので、散策していきたいと思います。よろしくお願いします。色が一緒で全然気づきませんでした。すごい、でかい。はい、30分ぐらい登って、苔の場所に到着しました。見渡す限り苔だらけで、本当にもののけ姫のような場所です。すっごい幻想的で、ちょうど今日曇っているのでより一層幻想的な雰囲気で撮れると思いますね。こういう苔のこういう場所は晴れてる日よりもちょっと曇ってる時を狙った方がいいと思います。
ではちょっといろいろ撮っていきたいと思います。無事登山道入り口まで降りてきました。いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ苔が綺麗で幻想的な場所で、すっごい僕的にもテンションの上がる場所でした。で、もののけ姫とか好きな方絶対におすすめなので、テンション上がると思いますので、ぜひ行ってみてください。で、結構登りきついので、体力に自信のない方はちょっと辛いかもしれないんですけれども、まあそれでもぜひ頑張って行くだけの価値はあると思いますので、ぜひ行ってみてください。で、やっぱり虫がかなり出るので、虫除けとあと水分補給、これはかなり必要だなって思いました。なので準備を怠らないように皆さんお気をつけください。ではまた次の動画よろしくお願いします。